キコ様を悩ませた名前書けない問題。通常であれば、小学校中学年や高学年になれば、多少難しい漢字であっても、自分の名前くらいは書けますからね。このことを根拠に、悠仁様は成績優秀ではないという噂が立つのはやむを得ないことでしょう。どうやら、このことは、密かに宮内庁職員などの間でも噂になっていたようですね。また、小学校でも、 高学年になった頃には、久仁さまのみがご自身の名前を一人だけひらがなで書いていたために保護者らの間でも噂話の種になっていたようです。紀子さまは、うの字は、小学校では習いませんから、などと煽られ、問題ないとアピールしていたようですが、裏では必死になって、久仁さまにうの文字を書けるように練習させていたようですから、やはり紀子さまも本当は、久仁さまが、 いつまでもご自身のお名前を漢字で書けないということを気にされていたのでしょう、秋篠宮家関係者。これだけいくつも、久人様は優秀ではないという根拠が出てきても、いつまでも、久人様は成績優秀とアピールし続ける宮内庁は、もはや、敗戦前の日本の大本営発表のようになってしまっているようですね。皆さんは、久人様の実際の成績はどの程度だと思いますかまた、 いつまでも、悠仁さまは成績優秀とアピールし続ける宮内庁の発表について、どのように感じますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。正座で暗礁の必要がある論語素読ができなかった時点で、なる人への継承には不可の落印が押されています。頭が悪く、多動では素読なんて到底できません。 もちろん、天皇にもなれるわけがありません。女だらけの家族に囲まれた巨弱児がたくましい男に憧れるという話はありえそうです。通常なら15歳であればすでに第二次成長が始まっているので、憧れではなく性欲の対象として見ている可能性もなきにしもあらずです。もし秋篠宮が着室で正真正銘の皇族だったのなら、 愛人複数との間に誕生した複数根底支柱の男子たちは全員健常児だということなので障害児であるなる人は拝着解放してやり代わりに健常な愛人の子を有効活用すべく天板改正に動くべしという男系男婚派が出てきてもいいはずだが全く彼らは動かない被着室で見てこのおいでしかない男を次の天皇だと担ぐのにその愛人の男子らは見向きもしないのはどう見てもバランスを欠いている いやしい身分の妃が生んだ子だから、どうしても人権対策上から、将来の低能だと昭和させられているからなのだろうか。どうせあの男の周囲にいるのは、非着室の偽皇族の子ばかりなのだから、難病で知的障害があり、自分の名前もらかなでしか書けない学力の偽皇族男子が、健常児である愛人の男子よりも珍重されているのことこそが、お笑い秋篠宮家たるゆえんである。 鳥居先生からのアドバイスにある、微細運動を強調させることが困難なことが多いので、学校生活全体を通じて代替手段、例えば手書きの代わりに ICT を活用するなど、を講じることが重要でしょうですが、成るひくんとの混合授業のために NTT 東日本が総動員されて、何か整備されそうですね。文字を書かなくても良い授業のあり方です。タブレットにノートすべき事項が、 全部平仮名になって、まるで夜間中学の教科書みたいになってなる人くんだけを対象に提供される形を推進するのでしょう。つくふの皆さんには何もメリットなさそうだけど。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。 ありがとうございました。紀子さまの策略。しかし、この畜譜側の判断が重大な問題を引き起こすこととなったようです。先の関係者は次のように続けて語りました。学校にとって予想外だったのは、紀子さまが、悠仁さまが一般入試の試験を受けるということを TBS へリークしていたことです。この悠仁さまの一般入試の受験を TBS が大々的に報じたために、 週刊誌等を含めた報道各社が一斉に、悠仁さまは一般入試で筑波大学附属高校を受験された、と報道したのです。週刊女性プライムに至っては、今回の一般入試に悠仁さまが姿を現したことで、正々堂々と畜府を受験したことが明らかになりました、とまで報じていますからね。提携更新学制度の利用実績に関しては、原則非公開としていますから、今後、 宮内庁が悠仁さまの地区府進学を発表しても、地区府側としては、定型更進学制度を利用したのか、一般入試で合格したのか、発表は行いません。一方で、週刊誌等では、悠仁さまは、一般入試により、清成堂踊り児と筑波大学附属高校を受験したと報道されていますから、多くの国民が、悠仁さまは、清成堂々と一般入試で地区府に合格したのだ、と思うことでしょう。 地区府側としては、まんまと貴子様の策略にはめられたということになりますね。とはいえ、地区府側も、これではあまりにも不公正だということで、宮内庁への抗議の申し立ても検討しているようです。前室の筑波大学附属高校関係者。あまりにも古息な貴子様の策略ですが、ここまでしてでも、悠仁様は優秀なのだ、と国民に印象づけたいということなのでしょう。皆さんは、 これほど多くの国民から批判をされても、紀子様は悠仁様を畜譜に進学させると思いますかまた、このようにどこまでも国民を欺き、自分たちの野心を叶えようとする紀子様の姿勢について、どう思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。なるほど。リーク大好きな秋篠宮家方式で、 てててが水泡にに帰してしまいいそうになっている記事も泣かずば打たれ前にとはまさにこのこと。障害児を健常児に偽装しようと貴子が悪だくみをやりすぎて、数学では全く回答できていない、0点だろう、という困った目撃証言が出てきてしまい、祝福激怒文科省もメまるつ潰れ、ついでになる人の作文が氷折だったともばれるし、秋篠宮家海役へ大きく前進した2月になってきました。 講師課はあと100日で潰れるとは、まさにこの筑布不正受験、強行受験事件から義休家総崩れになることだったのかも。定型更新学制度の合格では満足できなくて一般受験させた、っていうなら学科試験の結果で不合格にすればよかった話。筑布に少し期待していました。見事押し倒し、で、来こに軍配。でも一般入試なんか来たせいで、 裏口ずる進学がみんなに分かってしまった。リーク好きなキコ。それに乗っかる TBS も TBS。正々堂々と受験に来られました、って、正々堂々受験会場に邪魔をしに来られました。の間違いじゃないの本当に一つ一つ呆れ替える。ぜひ韓国ドラマにして欲しい早上がり駅南宮妃日本人女優であざとさを売りにしている誰かを駅南宮妃役にしてみても、 ここまでの無茶振り、強引、抗がん感は到底出せないので、ここは出自面からも韓国人女優に演じさせ、霊天新農薬も目尻の釣り上がった韓国人にさせた方がよりリアルになりそう。アジアのどこかの某国の王室と設定し、周囲がおべっかの限りを尽くすも、息子の裏口入学でチェスンシルと同じ罪を犯し、最後は公金横領とマネーロンダリング容疑でマスコミに告発され、夫の DNA 鑑定により、 全くの平民とペクチョンのカップルで義王族だったとなって、噴出するストーリーがいいね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。筑波大学は記者会見。さらに、 このクレームの電話は、宮内庁だけでなく、現在、筑波大学にも殺到しているようで、本日3月24日、ついに、筑波大学は、久仁様の筑波大学入学に関する説明のための会見を行うこととなりました。24日、茨城県筑波市で、ある緊急会見が行われる予定だ。会見を取り仕切るのは、国立大学法人、筑波大学。 秋篠宮家の長男久人さまがこの春に進学される筑波大学附属高校筑布高の運営母体である宮内庁から久人さまの筑布更新額が発表されたのは2月16日のことだった発表以降筑波側にはメディアや説明を求める保護者おびいらからの問い合わせが殺到したため会見を開くことになったようです提携更新額制度にも触れるとみられ そうなると、宮内庁や秋篠宮家とも協議の上で、天皇誕生日のおめでたい日を避ける日程が組まれたのでしょう。前室、皇室記者。果たして、会見はどのような内容であったのでしょうか。この会見に参加した皇室ジャーナリストは、次のように、会見の様子について語ってくれました。この記事皆さんはどう思われましたか。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 なる人様の都合がいいように伝統をどんどん変えてくるように思う。教職員の方も生徒さんも大変ですね。気に入らなければ母親が怒鳴り込んでくるそうですから。父兄 OB など関係者の皆さん頑張って、自主性のある見学からの伝統に汚点を残さないように、また政府と三宅の癒着に等しい規制に支配されないようにしてください。父兄 OB の方々の怒りよくわかります。 頑張って貫いていただきたい。それにしても本当に恥のない恵子さん。英知さんにそれだけの力があれば、それこそ堂々と受験なさればよかったのです。その方が受かることによって他の生徒さんが引かれる恐れがあるからとおっしゃいますが、力で負けたのなら生徒さんも保護者さんも納得されます。厳正な採点と客観的な手続きが担保されない試験は、全く無意味。 入学が寄付額の審査によるなら、そういった仕組みを明らかにし、万人に等しく適用してほしいですね。資産家の指定の入学が学力によらず、寄付金によるならそれであってもよいのだ。国会承認を回避させ、迂回させ、ごまかし、ズルを働くから、正直に努力した生徒と保護者が憤るのだね。毎度ずるを繰り返すと麻痺するんだろうね。 キコも秋篠宮もまともに勉強したことがないから、築区付きの授業に家庭教師づけて予習すればついていけると安易に考える。無理です。丁寧に説明されても理解できません。問題の意味がわからないでしょう。なる人様がどうのではなく波の頭ではついていけません。キコと秋篠宮はまともに勉強したことないからわからない。なる人様が不憫です。 もちろん、地区府は在校生やそのご府系、お B の方たちを大切にしてそちらを優先して対応すべきと思います。かつ、この際のりこさんは使い物にならないので、なる人くん自身が辞退して身の丈にあった高校へ、ちゃんと自力で入学すべき。そのくらいの気量があれば少しは国民からも見直されるでしょう、なる人くんだけは。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。秋篠宮家側近が週刊誌報道に苦言。現在、悠仁さまの高校進学の問題が多くの国民からの注目を集め、週刊誌等のメディアも盛んにその動向について報じていますが、そうした中で、 宮内庁は、週刊誌等の報道に対して、異例の講義を行いました。久人様は現在、お茶の水女子大学附属中学校の3年生で、4月には別の高校に進学されます。秋篠宮家側近の家事、高原スベロギ試食太夫は、先週金曜の定例会見で久人様の進学先に関する週刊誌などの記事について受け止めを問われ、具体的な説明等は控えたい、と話していました。 その上で、24日、一般論として、受験期を迎えている未成年者の進学のことを憶測に基づいて毎週のように報道するのは、メディアの姿勢としていかがなものかと思います、と苦言を呈しました。さらに、久人親王殿下は現在ご進学に向けて勉学に励んでおられるところであり、静かに見守っていただければと思います、としています。梶高春氏は、週刊誌等の報道に関して、 憶測に基づいて毎週のように報道と述べていますが、どのような報道が事実に反する憶測の報道であるのか。といったことに関しては一切言及していません。悠仁さまの思いはおそらく、ほとんどの国民は悠仁さまに対して、地区府や東大に合格できるような学力など期待していないにもかかわらず、これほどまでに、紀子さまが、南関校への進学に執着されているのは、一えに。 マコ様や愛子様に対する対抗心があるためなのでしょう。実際には、それほど大した学力を有しているわけでもないのに、そうした事実を徹底的に隠蔽し、悠仁様は超優秀といった印象操作を行うことに尽力されている紀子様を見て、果たして悠仁様はどのような思いを抱かれているのでしょうか。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。今回の我が子のために、 特殊な推薦入学ルートを用意させたキコの行為が、韓国でパククネ大統領を断劾にまで追い落とした、カルト教教祖の娘、チェスンシルが娘のために行った理科女子大への不正推薦入手とあまりにそっくりで、あちらは一足お先に業務妨害罪で懲役3年が確定しているからですよ。宮内庁は、キコとなる人の行為が、 法制であるべき入試業務を妨害したた業務妨害罪ににになるとの指摘には絶対に耳を傾けたくない。そこでついにはどんな入試ルートで合格したのかさえ隠蔽させようとしているわけです。まあ、ここまで厳重な慣行令を敷かない限り、寄子の不正行為は隠し通せないということでもあり、秋篠宮家が、国民からは、裏口入試をやった、として糾弾される断末魔を迎えつつある証拠と言えましょう。 本当に健常児ならば、真っ先に皇族でも特別扱いをしない立派な学習院があるわけで、そこをスタコラさっさと逃げ出してきたということは、健常時ではないことの公表時期をじりじりとただ先延ばしにしているだけに過ぎません。なぜ雅子様の時はご病気と知りながら思いっきりバッシングして、報道陣だけではなく、身内も、ご病気でも何でもないのですよね。秋篠宮家メンバーには報道協定が必要なのでしょうか。 自分の母親が子供の教育などできない母親であることは分かっていますかね近くに立派な母親の例がないわけでないのに、比較指摘がつきませんかね自分の母親がいかにおかしいかが。自分の三人の子供よりは児童が増しそうだった娘婿に、三菱 UFJ 丸の内にコネ入社させて、どうなったか。周囲の優秀さに対して、どうあがいても追いつけないので、 しまいに人と口も利かない状態になって退社したじゃありませんか。頭脳明晰さというよりも、そもそも人間の質がもう周囲とは異質なんです。倫理観のレベルが低すぎて。能力に合わない高げたというか竹馬は、いずれ必ずこうなります。普通の精神の子供は心を壊す。自分を消滅させるか、関係ない他者を暴力で消滅させるか、 ずるい方法ばかりで人生を渡るような低レベル人間になるか、いずれにせよよくない未来が待っています。国にとっては犯罪者が一人増えるようなものなので、この母親の暴挙は黙って見ているわけにはいきませんね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。 では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。